こんにちは。金曜午後5時、ミラクルエンジェルズのキラキラパーリーの時間になりました。慌ただしかった1週間もようやく終わり、ほっと一息、皆様のお耳に心地よい音楽と癒しのリフレッシュタイムをお届けします。オープニングの曲です。こちらディーバ・プレマールの Into Light というアルバムの中からイルミナでお聴きください。皆様こんにちは。今日はいつもの中島美香ちゃんから離れました。ディーバ・プレマールというね、マントラの曲ということなんですが、これはサンスクリット語のマントラの歌を歌っているとても有名な歌手の方で、ディーバ・プレマールの、Into the Light、 Into Light ですね。こちらの中のイルミナという曲でしっとりと番組を始めさせていただきました。さて今週のゲストも写真家セラピストの藤原って誰だ辰子です。よろしく。はい、辰子さん。はい、そうです。そして自己対話セラピストの国貞哲夫さんをお迎えいたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうね、いつでもどこでもドジを踏む私でございますが、皆様に許し許され、愛され愛しみたいな感じで生存してますいいことです。生きてますみたいな、そんな感じですね。あの皆様も、まあ日々、特にね今この時期ですね、節分ですよ、2月の3日は節分です、はい、節分前ということで大変身辺ざわついているという方が多いと思います。車壊れちゃったり、あるいはちょっとした、まあ、ちょっとしたかどうな、何かあのお子さんがねインフルエンザ、あるいはご自分がインフルエンザ、体調不良、それからまあ予期せぬことが起こってお家の中がてんやわんや、だいたいあの節分前っていうのはこういうことが起こりがちと言われています。なぜなら、もう新年明けてるんですけれども、実は、節分を境にね、新年がまたやってくる、旧暦のお正月とは別にね、というふうにあのこの間琉球水明の和田真由美先生に教わって、あきららさんって、最近周りがねざわ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 してる人が多いんですよねって、節分前ですからねって、
あ、そうなんだと、うんうん、で、特にスピリチュアル的なことをされている方とかこういうことをね学ばれたりしている方には特にこれははっきり意識できるようなことが起こっているはずですよってことをおっしゃったので、うん、はい、あ、そうだわと思いました、はい、うんうん、皆さんもどうですか最近あのね、そうですね、私はもうざわめきがないない ないんですみたいな。だからあの要はそこを抜けて、まあ、なんかもうなるようになるでしょみたいな、うん、もうざわめきから遠ざかった人たちっていう感じですよね今ね。こうやってお話千人みたいですね。鶴は千年亀は万年じゃないんですけどあの何かね今日のねお話にもテーマに近づいてくるようなことなんですけれども、うん、はい、何かもう内側に平和を見出されているというか落ち着かれている部分があったりするのかなっていう感じがしますが、うん、なんか国定さんは最近車をね、まあ、はい、手に入れる話が出てきて、そうですね、ざわざわ、まあその、うん、Facebook の方で、まあ、あの車を譲ってくれる方いただける方あの募集してますというようなことを書かせていただいたら、はい、車という高額なものなのに あのいろんな方から、まあ、こんな条件でよろしければというようなあのお話をいただきまして、うん、すごいなってところを、うん、あの思ってるんですけれども、うん、まあそれのきっかけになるような、まあ、僕自身ちょっと大きな変化がありまして、やはりありましたか、ざわざわというかですね、何かあったんですね、うん、大きな変化はありましたね、精神的なね何かあったんですね、うん、やはりあの節分までにはそれがおそらく解消して、うん、節分からはスカッと、うん、はい、おそらくご自分の名義の車にね、うん、とか何か決まったりすることなんでしょうね、そうですね、うん、うん、何か覚悟する決意するとか、うんうん、あの何か新しいものが2月3日を境に始まるとしたら、うんうん、今はもうそれに向かうためのざわつきというかいろんなことが起こっていて、うんうん、やはり何かが起こらないとそれを何とかしようっていうふうにならないですよね、うん、だから起こることが意味があって、うんうん、でそのままではいられないような強烈なことが起こりがちなのが今の時期、うんうん、インフルエンザも本当に流行り始めてますね、うん、家中バタバタ倒れてる方もいらっしゃれば、うん、あの予期せぬことっていうのは本当にこういう時期に起こってきます、うん、だけどそれは何かの次に変わるためのより良く変わるためのゴーサイン、そうですね、ステップなんね、そうですね、うん、さてそれはないと変われないですもんね、そうですね、そういうことは必要なことが起こるってことですね、はい、で今日、まあ、どういうことを話しましょうかっていうふうにお話、まあ、番組の前で1時間くらいお話をしてたんですけれども、うん、やはり皆さん同じことをテーマをね、そうなんですね、で達子さんが、ね、心地よさってい こう、ね、なんだろう、心地よい空間だったり、うん、心地よい感覚だったり、うんうん、それはどういったものから来るのかなとか、うんうんうん、なんかそれをこうシェアできたらいいなと、いいなと思ってきたら、うん、皆さんね、そうですね、国定さんが、はい、そうですね、僕の方でも、まあ、いろいろ僕自身わさわさあったんで、うん、まあ、そのわさわさある時に、まあ、僕らセラピストとして、うん、それぞれのやり方で自分の、まあ、心の平和を、うんうん、自分のゼロに戻る、うんうん、方法というのをそれぞれ持ってると思うので、うん、それをシェアさせていただくことができれば、まあ、あのリスナーの方にもですね、うん、参考になるんじゃないかっていうところがありますね、いいかなと思っていらっしゃったということで、はい、でまさに、さっきおかけしたね、私がかけ、うん、あの選んできたものディーバプレマールのこの、サンスクリット語のマントラですね、うん、マントラの歌というのは、インドとかね、あの辺一帯、あの辺ってどの辺、うん、インドも含めて結構広いですけど、はい、結構広いです、インド界隈、はい、ネパールだとかね、はい、あの辺で、お坊さんたちが宗教的な儀式で、だからお経ですよね、いわゆるね、はい、マントラというのはそういうことなんですが、ただ唱えるのが一番いいんですけども、うん、ただそれを聞いているだけでも、うん、もう頭のてっぺんから染み込んでくるという、うん、で、うん、いつものミカちゃん のロックな曲ではなくて、うん、今日はなぜかのそういうのをね用意して持ってきて、うん、で車の中で考えてたら、うん、あ、シャンティっていう、で心の中の平和というのを、うん、シャンティって言います、内なる平和ということですね、うんうん、あ、私は今日持ち寄りのテーマで言うと内なる平和ということをちょっと、出してみようかなと思って、うん、持ってきましたら、まあ、達子さんが居心地の良さ、事前にこう、ね、連絡したわけではなく、そうですね、居心地の良さについて、はい、それからてっちゃん国定さんがやはり
心の平和ってことの感じですよね、うんうん、このざわつきをどう収めていくか、うんまあ、安定するためにはみたいなイメージですよね、はいまあ、心の中になんか桃源郷を作るっていうか、うん、あの内なる平和ってそういうことですね、うん、外がいくらざわついていても、うん、内側に平和を見出すっていう、うんまあ、そしたらその居心地の良い状態をどうやったら作り出していくことができるのかっていうことで、うん皆様ここで、テーマに到達いたしました、はい、今日は最後まで聞いていただくと あそういうやり方があるんだっていうヒントになるようなことをいくつか、お伝えすることができるようなお話にしていきます、はい、なります、はいね、ここでアファメーション、ね、決めましたマニフェストです、はい、なので皆様じっくりお聞きください、うんはいはい、では、例えば私から言うとこういう先ほどかけていたマントラの曲ですね、うん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 、で今聴いていただいている BGM のこの曲です、うん、これちょっと大きくしますね、うん、そうです、これいつも BGM でおかけしてるんですが、いい曲です、これは、まあ、エンジェルボイスと言われてる天使の歌声ですね、まあ、これも実はマントラなんです、はい、でサンスクリット語でずっと延々延々歌ってるんです、実はルルルル言ってるだけじゃなくて、うん、マントラの、うん、曲なんですこれも、まあ、皆さん知らず知らずあのインドの高層の高いくらい の、はい、あのお坊さんたちが唱えているようなマントラのお経の、はい、あれを曲をね、曲というか言葉を皆さん知らない間に聞いていたということなんです、うんうんうん、で私のこの居心地の良さとか内なる平和とか、うん、シャンティっていうものはもうまず私は音楽からそれを取り入れてますね、うんうん、で、うん、音楽であの一瞬で入ってきますから、 うん、うん、あと音楽と、そうですね、普段よく聞くのはやっぱりディーバ・プレマールのこういったマントラソングですね、うん、とても落ち着きます、心がね、うん、平和になってくる、本当ね、でこの今かけてる曲は守護という、クリムゾンの守護という曲で、守護、ね、守護天使の守護、はい、ガーディアンですね、はい、それをかけてます。でこれはあの欧米の、セラピストさんたちが使っている時に、うん、あるセラピストさんが使っていたら、うん、もうそこにいらっしゃったお客様が、あ、これはとてもいいということで、うん、口コミでね広がって、うん、世界中で大ヒットしたと言われている曲です、うん、でスピリチュアルの世界の方々でよくご存知だと思うんですけども、うん、あのこの曲やっぱり聴くとね、うん、ついあの、あ、何、どの曲、自分も欲しいって、うん、皆さんど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 ん買っていくんですよ。そうです、ね、どこ行っても流れてます、ね、流れてます。これはやはりね、これだけ人気があるということは、はい、それだけ心が落ち着いて、うん、何かもう守護天使に囲まれているような平和、はい、心の中が平和になっていく、うん、落ち着くっていうことで穏やかになる、はい、一回聴いただけで、うん、特に血もわさわさして大変な思いしてる人は、うん、この曲聴くともう何かほぐされて、うん、あ、家でも聴いていたいです、うん、でも買いに行くんです、走っていくんです、うん、そのぐらいの曲です、うん、で、私はその音楽からまず自分を平和の方に連れていく、居心地よくする、うん、ということですね、うん、音楽いいですよね、音楽いいですね、あの多分心音とか、うん、そういうそのリズムのところが戻るんですよね、うんうん、ありますね、うん、よくあの胎児ね、うん、あの眠れない時とか、ね、うん、体内 の、 あの音を聞くと、うん、赤ちゃんでも眠ると言いますよね、あんな感じです、ね、この間の YouTube での地球の音かな、地球の音というのを見つけて、うんうんうん、あのイルカのようななんかこう鳴き声がして、いい、ね、うん、やっぱりそれにも共通してるのかなっていう、そうですね、そうですね、大地の振動の音、イルカの音も海の底の音とかってそうですよね、うんうん、はい、やはり音からまず自分をリラックスさせるっていうのもまず一つかなっていうことですね、はい、うん、であと香りというのもありますね、うん、お香を焚いてみたりとか、うん、アロマですとか、うん、そういったものを、香りと音ですね、うん、さて、皆様、コマーシャルの後もまた続きます、はい、どうぞごゆっくり お聞きください、はい、
それでは時刻は午後5時17分を回ったところになります、うん、はい、FM 読みたんミラクルエンジェルズのキラキラパーリーをお届けしています、うん、はい、それではお知らせがここが、ね、はい、FM 読みたんからのお知らせが2つありますね、うんうん、まずは1つ目、達子さんよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、千葉リオ中日ドラゴンズ目指せ日本一、中日ドラゴンズ読みたんキャンプ2月1日スタートです。地域と歩み、読谷の未来を作り上げる未来創造企業有限会社サンキオは、中日ドラゴンズ、サンオキは、ごめんなさいね、サンオキは中日ドラゴンズ読谷キャンプを応援しています。はい、ありがとうございます。今日はですね、とても、お知らせが多いものですから、続けて、2つ目のお知らせをご紹介させていただきますね、うん、はい、これは、FM 読谷よりドラシャメゲーム参加のお知らせでございます。はい、ここでメガネが登場します、うん、はい、うん、FM 読谷ではキャンプ期間中特別番組として毎週金曜日の午後4時より中日ドラゴンズ応援番組千葉利用中日ドラゴンズキャンプイン読谷を放送中。番組ではリスナー参加型イベントとして読谷キャンプ地で中日ドラゴンズの選手や練習風景を映して番組にメールで送ると、毎週抽選でドラゴンズのグッズなどのプレゼントがもらえます。素晴らしい、はい、うん、メールの宛先は、うん、fm786@fmyomitan.co.jp 件名にドラシャメゲームと入れてください。当選者の発表は番組やブログにて行います。皆さんふるってご応募ください。以上、 FM 読谷よりドラシャメゲーム参加のお知らせでした。素敵ですね、練習風景を映したり、うん、選手たちのことをね、うん、番組にメールで送ると、うん、写真をまず写メですから写真をつけて番組にメールで送ると、うん、ドラゴンズグッズがもらえるなどがですから、素晴らしい、いろいろもらえそうです ね、 ね、はいはい、あ、そうですね、達子さん ね、 ね、あのカメラマンですからね、プロ OK なんですかね大丈夫だと思いますよ、ね、大丈夫だと思いますよ、ね、これでまた採用されたら嬉しいですよね。FM 読谷で採用されたらとても素晴らしい、ご縁です、ご縁でまたつながると思いますよ、うんうん、ということですね、はい、はい、ではコマーシャルが明けました、うん、先ほどお話をしていた、居心地の良さとは今日のテーマですね、うん、この節分までは何かとね、ちむわさわさしたり、うん、ガサガサして周りがね落ち着かないこの日常です、うん、節分、2月の3日の火曜日ですね、その日までは皆さん結構いろんなことがあると思います。もう近いですけどね、うん、来週の火曜日ですかね、うんうん、それが節分ですけれども、皆様今秒読み体制でいろんなことが起こって、うん、ありひゃうりひゃデイジナトーン状態かもしれないんですけどもじゃあそれをどういう状態でいれば、まあ、安らかでいられるか、居心地よくいられるかですよね、はいはい、で続きまして、うん、達子さんの場合は、はい、そうですね、今はなんかとても不思議な感覚なんですけれども、はい、今思えばのハワイに、うん、オアフ島、オアフじゃなくて、ね、マウイ、うん、カウアイ島行って、はい、行ってみたらって言われまして、うん、その時ミクシーのお友達が、うん、カウアイ島で案内をしてガイドさん、ええ、ガイドしてで、その方にお願いしてカウアイ島に行った時に、うん、ヒンズー教の寺院があって、うん、でガネーシャの像があって、うん、そこに入った途端、うん、何これはっていう、うんうん、もう10年ぐらい前、10年以上前かな、うんうん、その感覚が今まさにあるという、蘇ってきた感じですか、心地よさっていうのかな、うんうんうん、ここは何だろうって、ふるさと、魂のふるさとなんですよね、うんうんうん、きっとインドもやっぱりご縁があったみたいなので、うんうんうん、そこの感覚が今ね、頭で考えるのではなくて、あの時に感じた感覚だっていうのが、今その感覚を持ってらっしゃるんですか、そうですね、はい、最近、はい、うん、
だからそんなにいろんな方とお話ししながらでもセッションしながらでも、うん、ふと思った時にスコンっていう感じで、あの時の感覚が蘇ってきて、しかもすぐ入れる、うん、そう、そのお寺に行ってるような、そんな感じです。心の中にまさにあったっていうサンクチュアリですね、聖域を持たれてるって感じですね。あのガネーシャっていうのはあの 千葉にいる頃に、うん、あの自宅サロンがあってアロマから入ったので、はい、あのアロマトリートメント、うんうん、で名前はどうしようかなと思ってパラパラっとあの世界の神様の、うんうん、なんか単純なんですけど借りて、うん、でパラパラあこれいいんじゃないと思ってつけた名前が何にも知らなくて、うん、ガネーシャっていう名前なんです。千葉で、そうです、あの自宅でそのサロンの名前をそうガネーシャがいいかなって、あのインドの、そうですね、幸せを呼ぶ、全然詳しいことが全く知らなくて、豊かさの決心で、ね、はい、で後であのお客様にガネーシャ、そうです、聞いていきさつ聞いて、うん、なんかあやっぱりご縁があるんだなとその時思って、うん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 、今本当にはいスッと来ると、うん、ああの時の感覚っていう、うん、不思議ですねこれね、うん、もうまさにこれはほらサンクチュアリって聖域というものを、心の中にそのお寺を持ってるようなもので、そうなんですね、どこでしたカウアイ島って言いました、カウアイ島なんです、の中にあるそのガネーシャが祀ってあるお寺、そうなんです、ね、ヒンズー教の寺院はぜひ行ってくださいって言われたので、行かれたんですね、うん、で実際に行かれたんですね、うん、はい、もつながってるってことですね。そうですね、あの時は全然わからなかったんですけれども、うんうんうん、今思えばあの時感じた感覚だなっていう、うんうん、で先ほどからね、はい、今日私がいつもの曲ではなくて、うん、やはりあのマントラの曲とか、ね、サンスクリットインドは関係してますね、はい、ガネーシャも出てきましたね、シンクロで、うん、やはり不思議ですね、内側にねその聖域を持たれるとお寺状態でね、うん、あのいつでもすぐそこにリンクできるつながれるっていうことが、うん、あの10年前ですか、はい、そのハワイ島でねそのお寺に行った自分になる、うん、お参りしてる状態につながってるっていう、すごいあの大きい、うん、あのあれがあって何でしたっけ、クリスタル あって、うん、なんかあの頃何も分からなかったんですけど、すごい不思議な、すごい不思議な感覚を覚えたのを、うんうんうん、これ最近そういう気持ちになるということはいつ頃からそういう状態が、そうですね、年末ぐらいからなのかな、本当にごく最近ですね、そうですね、うん、あやっぱりこう自分でこう例えばあの大好きなあの池瀬先生とのライヤーとか、うん、やるようになって、あやっぱりこう、あここまで自分なんか自慢して言ってるわけじゃないんですけど、うん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 、あよくやってきてるんだ、うんうん、私っていうのが、うんうん、なんかねすごくこう身に感じてるというのかしら、うんうん、すごく感じて、そこからですかね、うんうんうん、やれることをやってるっていう自分に、そんな感じがするということですね、はい、何か今お話をしててとてもぴったりな、やはりディーバ・プレマールの曲なんですけれども、はい、タヤタっていう曲が今日ご用意してたんですね、はい、もうちょっと後でかけようかなと思っていましたけれども、うん、今ちょうどぴったりのガネーシャの話も出ましたんで、はい、ちょっとこれを皆様にお聞きいただこうかなと思います。ではどうぞお聞きください。ディーバ・プレマールのイントゥーライトの中のタヤタという曲です。それは買い、めくんで、めくんで、まほめくんで。
はい、それではコマーシャルが終わりました。時刻は午後5時30分を少々回ったところになります。 FM 読谷、ミラクルエンジェルズのキラキラパーリーをお送りしています。はい、それではまた、FM 読谷からお知らせが3つほどございますので、今度は国貞哲夫さんに3連発読んでいただきましょう。お願いします。はい、では、読み上げさせていただきます。読谷村商工会青年部より第1回中部広域産業祭り開催のお知らせです。県内初第1回中部広域産業祭り、9つの市町村の商工会青年部が読谷村に集結、地域自慢の物産を販売。2月8日日曜日朝10時から夜8時まで、 JA ファーマーズマーケットユンタ市場前特設会場にて開催。じゃんけん大会などのステージイベント盛りだくさん。みんな、2月8日日曜日は読谷村のユンタ市場前特設会場に集合。読谷村商工会青年部より第1回中部広域産業祭り開催のお知らせでした。はい、続きまして、はい、次をお願いします。はい、第5回新比地映画祭結婚式映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせです。おめでたいからこそ目立ちたい、第5回新比地映画祭、今回も予選会が第7回沖縄国際映画祭の会場で行われます。ただいまエントリー作品を募集中。あなたの持っている結婚式映像余興を10分以内の DVD にまとめ FM 読谷までご持参ください。数多くのエントリー作品の中から選ばれた上位10作品が第7回沖縄国際映画祭の予選会場にて上映。エントリーは2月22、28日締め切りとなっております。詳しくは新比地実行委員会電話番号電話番号958-7862 958-7862 までたくさんの応募をお待ちしてます。以上、第5回新比地映画祭映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせでした。はい、ありがとうございます。それでは最後のお知らせですね。新比地映画祭ずっとね、はい、やってましたよね、エントリー。そうですね、皆さん2月28日までまでですね、皆様まだ間に合いますので、どうぞ、エントリーされてみてください。はい、では3つ目のお知らせです。はい、いきます。名護オールスターモトクロス2015 in 沖縄、15年ぶりに全日本のトップライダーが沖縄に大集結。3月7日土曜日、8日の日曜日、名護市夜更け今名護クロスフィールドにて開催。オフロードで感動がジャンプする名護オールスターモトクロス2015 in 沖縄、チケットのお求めは FM 読谷まで。はい、ありがとうございます。さすがコールセンター仕込みでございますね。すごい素晴らしい美声で、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。滑舌よろしく。ありがとうございました。はい、では皆様、続きましてですね、先ほどのまた続きなんですけれども、今日は、ミラクルエンジェルズのキラキラパーリー、辰子さんとカメラマンでセラピストの辰子さんと、はい、国貞哲ちゃん自己対話セラピスト、それで私エンジェルセラピストのキララがお送りしてますが、もう心地の良さとかね、心の中の平安京って言います、平和のね平和を見出すためにはどうしたらいいかっていう、はい、先ほどコマーシャルの前に辰子さんが、はい、ハワイのカウアイ島の、ね、はい、そうですね、ガネーシャが祀られている神社、はい、お寺のね、ことをおっしゃって、はい、そういった曲をかけさせていただいたんですが、はい、全くシンクロでしたね。シンクロです ね。イメージされたのにぴったりな BGM をご用意してたということになりますね。はい、さてそれでは国貞さん、自己対話セラピストの国貞さん、はい、てっちゃんはじゃあ今回のこのわさわさなことがあって、どのようにそれをご自分で、はい、対処されたか、どういうふうにされてますか、こういう時ってどういうふうに。はい、そうですね、僕の講座でもお伝えしていることなんですけれども、僕は言葉というのがものすごい、人間の感情に作用していると思ってるんですね。言葉が作用する、はい、何かその人にとってその言葉に反応してるっていうのが強くあると思うんですよ。
ありますね。何かの言葉にヒットするというか、うん、スイッチが入るっていうかね、はい、言葉ってありますね、うん、ありますよね、うん、なのでその自分がそのわさわさしてる時に、うん、どの言葉にわさわさしてるんだろうというところを探しに行ってみると、うん、で、まあ、僕のセラピーを受けてもらうと、僕はそれを相手の、クライアントさんのそのこと NG ワードと伝えてるんですけれども、うん、わさわさの原因になっている言葉をお伝えして、うん、それを使ってセラピーをするんですけれども、うん、その例えば僕であれば、大きな変化だったので自分にはできないと思ったんですね、うんうん、そのできないと思う思い言葉に反応してるのに気づいたんで、うん、自分自身にこのなんですかね、優しく話しかけるようにですね、うん、できないと思ってもいいんだよと、うん、許可の言葉を、うん、何度も繰り返し声に出して伝えるんですね、うんうん、できないと思ってもいいんだよ、アファメーションですね、うんうん、声に出して伝える、ちゃんと、アファメーションだとこの宣言なんですけれども、そうではなくて声に出して伝える、うん、許可するって感じですね、許可する、うん、わさわさしてる自分を責めるんじゃなくて、はい、認める、うん、わさわさしてもいいんだよ、うん、できないと思ってもいいんだよ、うん、なんかよしよししてる感じですね、そうです、よしよし、うんうん、哲夫ちゃんにね、うん、心の中のちっちゃい哲夫ちゃんにね、はい、インナーチャイルドなのか、インナーチャイルドですね、はい、インナーチャイルドね、僕が共通して思ってるのは、まあ、お伝えしてるのはその責めるをやめるだけでものすごく楽になるっていう、責めるをやめる、うん、陰を踏んでおりますから、ね、責めるをやめるということで、責めないための、まあ、心が喜ぶ、自分が喜ぶ言葉を探してあげて、うんうん、頑張らなくてもいいんだよとか、うん、無理だと思ってるんであれば無理だと思ってもいいんだよと、うん、自分に優しく何度も声に出して伝えてあげるんですね、うん、そうするとこれは本当にヒットする言葉であればあるほど、うん、自分にスーッと入っていくんですよ、うん、でそれができたら無理だと思ってもいいんだよ、無理だと思わなくてもいいんだよ、うん、できると思ってもいいんだよ、うん、うんうん、自分を信じていいんだよっていうことをどん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 自分に自分が喜ぶ言葉、自分が引っかかっている言葉を見つけ出して伝えてあげるというのが、うん、まあ、今回の変化すごく大きかったんで、うん、結構僕自身時間がかかったんですけれども、うんうん、一日中それをやってたらすごいまあ軽くなって、うんうん、そうすると心がフラットに戻るんですよね、うんうんうん、先ほど の, そのキララさんが音楽を聴かれる、うんうん、あとはそのオイルを使う、そうですね、そうです、アロマのね、アロマの香りの方でね、香りをということであったり、あと達子さん の, その昔の何ですかね、すごく心地の良かった空間に、うん、を思い出すであったり、うんうん、そういうそのわさわさしていない状態、うん、に思い出す、思い出す、うん、戻る、うんうん、っていうことが、うん、まあ、僕はその言葉で、戻るってことをやってますね、もういかにもやっぱりそれあれですね、うん、女性って割とこう感覚的なものがあって、右脳左脳どっち、そうそう、どっちでしたっけ、右脳の方ですね、右脳の方を女性は感覚でね、はい、そうそうそう、感覚なんですよね、うん、言葉というよりは理屈というより理論というよりは、うん、で哲夫さんがやられているその自己対話セラピストっていうのはやはり左脳の方を使わせ、うん、そうですね、そこを使って潜在意識に呼びかけて、うん、呼びかける、いいんだよっていうことを、ね、うん、言い聞かせるみたいな感じですよね、ゴリ押しの言い聞かせるじゃなくて、うん、本当にこう認めることから始まる、うんうん、優しく語り上げていくっていう、うん、なんか今イメージで言うとお母さんがね、うん、ちっちゃい子にね、赤ちゃんでもね、うん、なんかよしよしって子守歌でも歌いながら安心させて、うんうん、大丈夫よ、うん、大丈夫よって明日はあっちに行こうね、うん、みたいな、うん、赤ちゃんに、うん、そんなイメージですよね、そうですね、なので先ほど番組始まる前に達子さんとお話しさせていただいた時に、うん、まあ、気づいたんですけれども、うん、やっぱりこう子どもの頃っていうのは、うん、今キララさんがおっしゃられたように、うん、お母さんがあやしてくれたんですよ、うん、よしよしして、うん、あなた大丈夫よ、できる子だからってこう認めてくれたんですよ、うんうん、でもやっぱ成人してくると自分のことを褒めるのは自分しかいないんですよね、そうです、自分をあやすのは自分っていうことですよね、うんうんうん、だけどついつい自分のことは責めてしまうんですよね、うんうんうん、こんなんじゃダメだとか、もっとこうしなきゃとか、うんうん、なのでそれを逆に言葉で語りかけるっていうのを、うん、これ本当にすごく簡単なテクニックなんですけど、うん、皆さん何か自分の思い当たる言葉、うんうん、例えばバカにされてイラッとするんであれば、うん、バカにされてもいいんだよとか、うんうん、
そういうのを自分に言ってあげるとすごく解放される、うん、言葉で縛られているものはある種言葉で解放するのが手っ取り早いとも思っているので、うんうんうん、少しなんか試してみるとそうですね、うん、あの感覚に訴えるその香りであったり音楽もいいし、うん、またそのタイプですよね、うん、これをしやすいタイプの方はそれぞれのねその思い出してそれをじゃあさっき の, あのイラッとするようなことだったりこの大きな出来事に自分何どこに反応してるのっていう見つけ出していく、うんうん、そうですねあの左脳系の方、うん、ぜひおすすめですね、うんうん、でもちろんその合わせ技いいと思うんですよ両方使う音楽聴きながら、うんうんね、香りを嗅ぎながらそれをされるとあの時の感覚をみたいな感じですねなぜ自分はあの時はあんなに和やかに、うん、あの落ち着いていられたんだろうっていうことを探してもいいかもしれないですね、うん、そうですね、はい、そしたらどん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 思い出してくるかもしれないです、うんうん、あのよくあの、うん、マーフィーの今時間大丈夫かな、うん、大丈夫ですよマーフィーの法則を一時すごく読んだ時期があって、うん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 、あこれはもうなんかね結構頭に忙しい人だったんですね、うん、かなり私あでそうした時にマーフィーの法則という本に出会って、うん、ちょっと CD 付きのがあったんですね、うんうん、でその CD をとにかく聞かなきゃっていう、うんうん、もうこれ以上面倒なので、うん、潜在意識さんお願いみたいな、うん、よろしく全部全てお任せしますみたいな聞けばいいんでしょしばらくあのやったことがあって、はい、やっぱ同じですよね、うん、潜在意識に訴えかけるあの無条件に言い聞かせるっていうか、ね、そうですお願いって感じで、うんうん、降参の状態っていいと思います、はい、実は、はい、あの、うんこのジタバタするのはなぜジタバタするかったら、うん、降参しない状態っていうのが一番辛いですよね、うんうん、そうなんですよねでもう両手を上げて、うんはい、降参って 白旗上げてね、うん、白い旗上げてあとそうもう降参もう私にはこれ以上無理だから疲れるから無理だから助けてくれよっていうねでそこでエンジェルが登場してきた、たりするんですけど、目に見えない力を信じるとか、頼むっていうのはすごく重要かもしれない、うん、そうです重要ですよね、うん、かなりもう私もうここまでもうできない、うん、だからお願いマーフィーさん、うん、誰でもいいから助けてもうお願い、うん、誰でもいいからよろしくみたいな助けてみたいなこの誰でもいいのを、うん、もし例えば大天使ミカエルだ、うん、ラファエルだってね知ってれば、うん、その人たちの効能っていうんですか、うん、あの全て効能がありますよね、はい、ミカエルだったら恐れと心配不安を持っててくれたり、うん、守ってくれるガードマンラファエルだったら癒しなので、本当に 病気のこと、ね、体調不良でも、あと心のちょっと落ち込みであったり、うん、そういうのもラファエルとか、うん、知っていれば名前を呼んで、まあ、助けてよもうあとはもうこれ以上私できない、はい、お願い、うん、本当に来てくださるのねそうそうそう丸投げ感覚というかもう頼んで丸投げ状態が一番ねもう、うん、あのそれこそねまな板の上のマグロみたいな感じでうもう私にはこれ以上マグロ丼私はこれ以上何ももうできないそう好きに料理してくれみたいなそうそう助けてくれよみたいなねあのよくあのパソコンやって眠れなくなるときあるんですよ、うん、あの編集やってて、うんうんうん、その時必ず寝るときラファエルさんお願い、うん、来てって言うとね、うん、ふわっと包まれて、うん、コトンって感じになれるのでなりますねあのすごいついでにというかその時俺グリーンのね、うん、イメージするといいですよね、はい、ラファエルグリーンの光の ね、はい、それで本当にコトンって寝ちゃいますよね、うん、本当に効き目バッチリですよね信じるものは本当信じるものは救われるこれかなそうだと、うん、あと寝る時だと、まあ、最近僕もやってあ、まあ、最近というか結構前からやってるんですけど、まあ、自己対話という意味で、うん、体を擬人化して、うんうん、体に対して語りかけるんですよあ体に話しかけるこれありますね寝るときにもう寝るんですよね、うん、あれこれ考えてもしょうがないんですよね、うんうん、それを寝るときに、うん、あもう今は寝る時間だから例えば明日の7時まで、うんうん、6時までの6時間は何も考えなくていいんだよっていうふうに自分の体に声に出して小さい声でいいから言ってあげるのと言わないのとでは全然違うかも、うん、おめめちゃん閉じていいんだよとか、うん、もうリラックスしていいんだよってもういいんじゃないみたい ね一日中ご苦労様、うん、ありがとう胃袋ちゃんみたいな、うん、本当に、ね、って感じで、ね、それを言わないと多分、うんその眼球は準備してくれてるんですよ、うん、いつでもいけますよみたいなさすが自己対話セラピストの寝る前状態っていうのを今日知りましたね、どんな状態いや、本当にもういろんな自分自身に対してし、ね、実際に声を出してあそうですごめんなさいですあもう今
はい、それでは時刻は午後5時46分を回ったところになっています。ミラクルエンジェルズのキラキラパーリーをお届けしています。先ほどの音楽をね BGM にしながらまた、残りのお時間を皆様と、お話をねしていきたいと思いますが、うん、さて、うん、ねこの素敵な音楽ディーバ・プレマールの、サンスクリット語のマントラという曲なんですが、うんうんマントラソングの良さというのはですねお経ですねお経、うん、でねシタールとかね、うん、楽器自体がやはり、うん、耳から入ってきて心地よいというのはありますよ ね, すねあるねありますね音楽がね音楽の力すごいですよね、はいうん、やっぱりなんとかヘルツなんでしょうかねなんとかヘルツなんでしょうねなんとかヘルツ FM 読谷は 78.6 ヘルツ素晴らしいですねメガヘルツですけどシタールもこのなんとかヘルツがあるんですねきっとねさすがそうなんですシータ波が流れてますよねなんかねアルファシータ、アルファシータね、瞑想に導きやすくなるんだと思いますよ、うん、言葉自体もね、あとこの音楽がまた心地いいのでね、それを聞きながらね眠りましょうじゃなくてお話ししましょうみたいな感じですね、はいうん、そうです。で、まあ、お三方のね、私口も含めて三人三様のね心の中の平和の見出し方みたいな、うん、心の中にお寺作っちゃう、うん、テンプル作っちゃうっていうね、うん、これすごく素敵なことじゃないかなと思います。シャンティってサンスクリット語で言うところのそのシャンティというのは、内なる平和という意味ですね、はいうんはい、外がどんなにガタガタしてゴタゴタして揉めていても、うん、外側ではなくて自分の内側に、うん平和なその心を宿すっていうことをヨガであったりとか、うん、で内観するとか、ねいろんなね、インドの方々は昔からそれをね、はい、もう中国何千年の歴史とは言うけどインドはもっと素晴らしい ね、まあ、中国もそれぞれの国であるんですけれども、うん、インドにはインドの良さというかね精神世界のことがとてもね、インドからいろんなものが流れてきてますね、うん、インドを今霊山してますけども、うん、日本も素晴らしい沖縄も素晴らしいですね、はいはい、沖縄には沖縄の素晴らしさがある、はい、ということです、はい、でもう残されたお時間今日ねこれから6分ほど、はい、フリートークでお願いします、はい、何かお伝えしたいこととかイベントとかありますか。そうですねじゃあうん、またちょっと先なんですけどまた3月5日、うん、木曜 日, 3月5日、はい、木曜日池末美幸先生と私の写真のコラボを、うんうんレインボーエンジェルスさん、うん、宜野湾大山ので開催いたしますので、はい、次回にちょっと大きくプリントしたものを持ってまいりますので、うん、そうですねここでこう、はい、テレビに、ね、持ちますのでモニターに映してね、はい、美味しいカモミールをベースにしたハーブティーを出させていただきますので、はい、素晴らしい、はい、あと池末美幸先生のお話を間に交えたりとかこんな楽器どういう楽器どこから来たんですかというお話もしてもらえたらなと思っています。はい、はい、池末美幸先生って、はい、ハープでしたよね。そうですねライヤーライヤーですよね、はいはい、でもくしくも3月これは5日ですか6日ですか5日です。あ5日なんですね、はいはい、では私も今思い出しましたってこんなことを言ったらやるけど、はい、じゃあもっと日にち近いですけども中野町屋カラーズというね、沖縄市の音市場小座音市場のミュージックタウンの、はいエンターテイメント集団パフォーマンス集団で私もその一員なんですけれどもウチナーエンタメザベスト10っていうこの今、ネットで見ていらっしゃる方には見えるようにチラシをこうグイッとカメラに近づけてますけれども、ちょっとねいいでしょなんか昭和な感じですよね、うん、昭和な感じのねじフライヤーチラシができてますけれども、はい、これはそうですねで出演するのは中野町屋カラーズでこちらなんですけれども、はい、ゲストに純選手って最近よく方言ですごく喋ってる、うん若手の素敵な方いらっしゃいますね、うん、それと司会がノーブレーキというねやはりお笑いの方々なんですけれども、プログラムは沖縄エンターテイメントアトラクションあやみやの宴これはあやみの馬の宴はあやみやは3月6日前後しますけれども、金曜日これは一般公演があります。で5日の日は、修学旅行生の方々のねための公演もやりますけれども、はい、一般の方々は3月6日の金曜日、はい、あやみやの宴、物語は、ガジュマルの木から、シーサーじゃなくてあれは何でしたっけキジムナーが飛び出してきて、うん、これベンビーさんが扮するキジムナーが飛び出してきて、そのリコちゃんという中学高校生かな
の女の子をタイムスリップさせて、沖縄の琉球王朝時代にお連れするんですね。でそこから四つ岳だったり琉球舞踊が出てきたり、あるいはあの武道ね、空手とかそういうものが出てきたり、あと獅子舞が出てきたりしますね、はい、そういったね、もうエンターテインメントのショーなんです。すごいですね、これがあります、うん、でこちらは、3月6日ですね。それからもっと早いのがこちら、第2回定期発表会中野町やからず2月15日の日曜日です。こちらが会場午後5時半、開演が午後6時、ミュージックタウン音市場の3階ホールにて、いつもあのライブをしている場所ですね。ミュージックタウン音市場、あの小屋十字路の、はいはいはい、音市場の中の3階ホールですね、はい、こちらでやります。で一般前売り2500円にて、ただいま、前売り絶賛発売中です、うん、高校生以下ですと前売り1500円です、はい、お席確保で座られる小学生、中学生、高校生は1500円、大人は2500円で、膝の上に乗れる未就学児童でしたら無料になります。お母さんのお膝で見ていただけるんだったらもうそれは無料です。これはあやみやの宴も同じですね。こちらは一般でしたら前より3000円、うん、高校生以下1500円です、うん、膝の上の未就学児童は無料となっています。お子さんでもね楽しめる、どちらも楽しめる舞台となっていますの で、ぜひ皆様、中部の方もね、はい、北部の方も、はい、南部の方もいらしてください。駐車場もすぐ隣ですもんね。駐車場もありますからね、音市場の中にありますからね、はい、でこの2つご案内でした、はい、でご連絡先の、電話番号を申し上げると、これ音市場の電話番号を申し上げておきますね、うん、はい、皆様メモのご用意よろしいでしょうか。はい、ミュージックタウン音市場、電話番号 098-932-1949 098-932-1949、こちらで、チケットのこと、お問い合わせ、販売のことなどをお伝えしています、うん、ローソンチケットですとかファミリーマートのチケット販売、福原楽器、テルヤ楽器店、キャンパスレコード、タカラレコード店でミュージックタウン音市場、お買い求めいただける場所たくさんありますので、ね、皆様ぜひいらしてくださいねということです。はい、ということですが、まあ、もういろいろと告知は終わりましたけれども、うん、はい、さて、また音楽も違う曲になりました。まあもうお時間もね限られてきましたけれども、うん、早いですね、うん、そうですね、皆様ね、どうぞ、うん、内なる平和、心の中にね、はい、平和をもたれてね、うん、なんとかこの何でした、今度の節分をね、はい、平和のうちに、うん、そうです、乗り越えるというかね、必ずね、はい、大きなギフトが来ます、はい、皆様ね、今を乗り越えた先に、うん、とても素晴らしいことが待っていると思いますので、うんうん、どうぞ皆様心安らかにお過ごしください。そしていざという時、そうですね、癒しカフェアマナそうです、あさとにあります那覇の癒しカフェアマナ、はい、ね、皆様そちら、インターネットで検索していただくと連絡先出てます、ブログもあります、皆様をお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではありがとうございました、はい、ありがとうございました。早口になりますが、また来週よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。